らしく鳴いたり仲良く寄り添ってお昼寝する猫も。札幌市で飼い主が手放した犬や猫を保護する施設で新たに里親を探す譲渡会が開かれました。今回は施設の猫だけではなく4つの動物愛護団体が参加して100匹を超える猫が集まり、札幌市で過去最大規模となりました。可愛いです。1匹でも、ね、多く飼えたらいいなっていう。お家にこういう猫ちゃんがいることで命の大切さとかいろいろなことを感じ取ってほしいなと思って、はい。施設に収容できる猫の数には限りがあるため、動物愛護団体はこうした譲渡会が必要だと話します。保護猫から選んでいただければ大きな社会貢献の一助にもなりますし、もらっていただけたら新しい保護猫を連れてこれるので、また社会の中で助かる猫の数が増えていくのでとてもありがたいです。保護をする以外にも飼い主のいない猫を増やさないようにする取り組みも進んでいます。オホーツク大牟町では野良猫や保護した猫に不妊や去勢手術を行っています。住民が捕獲した野良猫に手術を施した後、もともといた場所に戻すという取り組みが大牟町の動物愛護団体によって行われています。うちで外飼いし始めた猫がいるんですけど、メスが2匹いたので増えちゃったら困るなと思って来ました。自分で捕まえて動物病院に連れて行くよりかはだいぶ金銭面でもお安くなるってちょっと私も聞いたので。手術後元の場所に戻すのは地域ならではの理由があるといいます。この辺りは本当に愛護センターとか保健所の収容施設など本当に不足しているんですよね。今のところは TNR っていう形で皆さんに周知していただいて猫を増やさないっていう方向で活動していきたいと思います。愛護団体による支援で手術にかかる費用は1匹数千円程度。この日合わせて32匹に手術が行われました。施設の収容数に限りがある中で飼い主がいない猫を減らすために地域の事情に合わせた対策が進んでいます。